はい始まりました水曜オリジンアワーお相手はしんとすけしゅり石峰とオリジンのうさんくさいセックスシンボルケージャージですいや変わってるなうさんくさいがついてね十11月22日水曜日ですはいありがとうございますどういうことですかうさんくさいセックスシンボルってもういいよやどういうことですかお前うさんくさいよちょっといやなんかあるさ限定しない方がいいかなと思って最近 ああこの必ず言うことを誰も道歩いててもオリジンの稽古に参加しても、はあ、誰も俺からなんか性的な雰囲気を感じないような目,目で見るからどんな目だ玉逆かにもう自分でささこ,この人よくセックスシンボルって言うけど。 かみたいな事務所では全然セックスシンボルで通ってないですけどねそうなんですよね通ったとしても対象が鈴崎しかいないですからねいや別のせいでプーキーと言武きパンチもいるさあいつなんか倍だったんだ童貞で倍だったんだな倍とあどうも かわいいですね赤ちゃんもあ本ほんとだサテライトスタジオの外に赤ちゃんとねおばあちゃんですかね手の振り方がキシンサービスのほんとだキシンサービスのえ沖縄の人じゃないですよね観光ですかあ観光台湾かなニーハオニーハオ台湾なんだニーハオ台湾沖縄沖縄ねあっコウタくんとだ、ツーショットもありましやねはい 11月何でしたっけ11月の22日,22 22日水曜日ですけど完全にいい夫婦の日じゃないですかあ,あそっか<ー>あじゃあ今日夫婦の皆さんは楽しんでらっしゃるんですかねうそうですね、うん、あのね「シュリッポングランプリ」っていう企画を小刻みプラスでやってるんですよへえ<ー>、まあ、何かュリに関することを言ったら僕が「シュリッポン」って言うっていう<ー>まあシンプルに言ったらそういう企画なんですけどグランプリって何グランプリ 「一本グランプリ」っていう、まあ、内地の大喜利の番組あるじゃないですかあれのパロディーで「首里一本グランプリ」っていう首里、まあ、に関する大喜利をしてううそです,そうです企画自体はそういう名前なんですけど最近選手の,の土曜日応援エアされたもので「金城、うんうん、ベーカリー」っていう。 またたににある老舗のパン屋さんん行ったんですよそこでロケさせてもらっててそこでまあ本番中に「よろしければこのシュリッポンのオリジナルパン作れないですか?」ってお願いしたんですよ。はいはい、この番組でもちょっとメールとか来てたと思うんですけど「はい、カンナパン」ってあったの覚えてます?「カンナ邦博さんのオリジナルパン」「カンナパン」ってあったじゃないですかはい、はい、あれもなんか。 このカンナさんと金城ベーカリーの方がなんかラジオで一緒になった時にのりでお願いしたら作ってもらえたっていう話だったらしくてじゃあ俺もいけるんじゃないかなって感じでお願いしたら作ってもらってそれが今絶賛発売中なんですよすごいじゃないですかもうなんか人気みたいですね <うん S 1> すごくシュリッパンっていう名前でそこまでいってるんですか人気があるとかないとかのレベルまでもまあ人気があるっていうかまあこの 1> 1日本当は15個限定で2週間作るっていう話だったのがこの,まあこの焼き上がりと同時に15個一気に売り切れたってなって初日にそれでじゃもう追加でまた1日15個じゃなくて30個にしますっていうのでそれでもう3日連続ですぐ売り切れてるっていう形になってましてはいすごいっすねだからぜひねいい夫婦の日ということでもう夫婦皆さんでまた明日近金城ベーカリーに行って まあこのシュリッパンシュリッパンってこれはそのテレビで言うより先にラジオで言っても大丈夫ってことあもう言ってますあテレビでは放,、ね、放送されてああもうその時はやってくれませんかで, <laughs> でそれが月曜日から商品化されてその商品化の映像はないんだよね映像ですか映像っていうかあ<は>もう放送したってこと放送はまだこの映像自体は パンンのの写真は載ってたかなこ放送ででオエアああなるほどはいはいこの「お願いした」っていう絵は撮っててそれが月曜日から放送されるようになったっていう放送ああ発売されるようになったっていうもう頭からずっとややこしかった知らない人もいるし全然「一本ワングランプリ」のパロディーだしもうめっちゃややこしかったそうなのよだからまあまあでも売れたってことでしょうまあもう売れましたねパンはよかったじゃないですか中はんですか なんんていうですかこれはチョコパンで実は僕今日買ってきたんですよ自分で食べてみたいそうだけどちょっと僕は半分食べまして食いかけなんですけどそうそうそう朱りっぽんでこのロゴがねカメラでも見えますけどねロゴがパンの部分食べてんだポンポンだ シュリッポンってなっててあコウタくんがめっちゃいい反応してるコウタくんがすごいいい反応してるそれそれそれコウタくんすごい反応する食べラ向けってないのにあこれだつってそうそうそうコウタくん食べたい食べるペロリンチョペロリンチョもうそんないい顔された食べさせたいなでも土曜日に予約したんでしょうお予約したけどお預けにしようよもう あんないい反応されたら食べさせたいなじゃあちょっとこうたくん食べてみるパンに目がないからなぜひ食レポお願いしいいですよじゃあぜひどうぞ待ってこれおはい射精しまわせていたいもういやいやどんな状況だばカステラっぽいっすねお実食さちょっと待ってカメラ向けようさあさあさあこうたくんがこうたくん事務所の許可もらってる大丈夫 フリーの役者さんですからねはいこちらがシュリッパンですねまあまあリスナーさんですけど本当はねさあシュリッパンでは、うん、改めまして実食さあ食べましたどうでしょうかうんマル, <laughs> マルオマルオって言いましたね今マルオマルオ甘くて 甘くて美味しいあかった何味なのかぼちゃというよりかぼちゃというよりチョコ黄色がなっているところはかぼちゃでねチョ,チョコの感じが美味しいですなるほどそ子供に好かれそうな味です<ー>子供に好かれそうなチョコが甘いから絶対ちなみに一番 コー君が好きなパンは何パン私はですね、う、え、ず、ー、巻きパンです。渦巻きパンあ,<ー>あれ美味しいですね。なるほど。2位は 2>, ?2 位は、えっ、ー、と、仲良しパンです。仲良しパン。<laughs> 結構ロングセラーのやつが好きなんだ。好きです、ね。じゃあこのシュリッパンは何番、うん、シュリッパンはうーんー、まだ決まってないです、ね。圏外 <laughs>、今のところ県外。さす,がさすがしっかりしてるわ、ランク付けが。で スポンジ部分らにかぼちゃなんですかじゃあこれはでチョコのチョコのチョコパンうんそうですね孝太くんメディア初出場じゃないえそうなのあそうなんだあ結構あるんだメディア結構、うん、ありますええ、ね、なるほどね ボロギャラもらいながら出てんだ一口と思ったら全部もらうてそうもちろんノーギャラでノーギャラだからパンだけは食うよみたいな勢いでもう全部パンを食われるというね事態に出れましたけど美いしい止まらないやわらかいんだ柔らかいねちょっとあの表面はパリパリでねクリームソースの部分はそのままもちろんソースのね この柔らかさがあってホイップな感じで子供みたいにクリーム口の周りにねうんかわいいなということでもうこうたくんもおすすめでねなるほどシュリッパンおいしいって言ってますんで何十円なんすかそれは何十円じゃないよや単位単位いくらですか駄菓子屋かやいくらなんすかこれこれ200円で200円でだって金城ベーカリーさんのツイッターをフォローしてもらうと20円引きってすごいねえやってるみたいなんでね土曜日予約したんでしょ 改めまして焼きたすごい差があるのかとそうこれ電話予約したら取り置きも可能ということで焼きたてのところに行って間に合わないっていう方はぜひ予約もねしていただいたらありがたいなと思っておりますなるほどで今日またあのシュリッパン食べられてしまいましたけど他にもおすすめのパンがありましてアカヒラロールっていうねあの近所ベーカリーシュリアカヒラ町にあるんですよははいい 赤平っていう地区もあるんですね。そうっす。そんなに大きい地区ではないんですけどね。なんかやっぱエイサーが有名か。地名をロールってつけたがるんだね。確かに新都心ロールとか。道場ロールみたいなものあるんじゃない？あそれがスタートなんかな。ロールうん。赤平ロール。おお。じゃあ光太くんそっか。ありがとうね。パン食べてまたね見学して楽しんで。赤平ロール。赤平っていう地区はちっちゃい地区なんです。かそんなに大きくはないです。うん。ねうたくんありがとう。 まあでも修理の中心って感じよね赤平なんつぼ何坪いやいや赤平いや一軒やかやその近所ベーカリーだけピンポイントで赤平じゃないですよ何平米いや平三三赤平米ぐらい赤平米ってなんだわ赤平新しい体になんだわそのなるほどねねということでまあ本日締め付ける意味は何かあるんですかね近所さん多分なんかピンポイントでそこで土舐めたらいい味がしたからそのヒントが赤平で ツツナビならいいやつってどういうことだろう知りしゅうれやし今の。いやいやいや、土ツでビこれ赤膝ロールで行こうって。試行会のバグテリーじゃなんすかね、シントシンロールはめちゃ長いことで有名ですけどね。で、僕今日この赤膝ロールは赤膝ロールです。 一ロール自分で切ったらどうなってれば。ちょっと僕が切ったんで汚くなったんですけど。ええ。何？小指で？小指で切ったの？いや小指です。小指だったら上等な方よ。小指ぐらいの崩れっぷりよこれ。小指だったらもうちょい汚いでしょ。これこれこれ。ね。もうですかね今。崩壊してるし一部。何でしたっけ？はい。赤平ロール。赤平ロールということで、これ一ロール八百円でね。あら。買ってきたんですけど。 これなぜね買ってきたかと言いますと8 0円ってすごいっすよそうこれなかなかないやもうお前の使いもうべちょべちょやしお前のサラの使い方がはいということでせっかくサ持ってきたのにこちらですね、えー、赤平ロールを買ってきましたが、えー、本日はケイジャージさん、うん、芸歴20周年お,おめでとうございますお,いおめでとうございますい いや、20周年ですよ。すごい。やっぱ嘘つくのもね、いいことですね。いや、嘘だったかい。何年目でもじゃあ。いや、すごいな。嘘だったんかい、20周年。やっぱ20周年、嘘んとかトから20周年といえば、この赤ひらロールということで。いやいや、真っ赤な嘘だったんかい。赤ひらだけの同じ近所ですからね、僕も言ったら。あ、そうだ。それもかかってるわけですよ。かかってますからね。うん。じゃあ、食べたいと思います。はい。 ケイジャーさんがね、芸歴20周年。トロールってうんですかこれ。一ワンホール。当然一一巻きじゃないですか。一巻き。八百円のやつを。うん。いただきます。お食べた。さあ。うん。ビミシ。ボリュームすげえな。ビミシですね。ビミシですか。なんか違いありますか。他とスポンジ。 がまず柔らかいんですけど、はいはい、中に入ってるクリーム、これ生クリームですかね。たっぷり入ってます。すげ、うん、確かにね。大体なんか。いいね、まあね、ちょっとバランス、よ、外側。スポンジだけとかパターンもあるじゃないですか。十、はいうん、分バランスよく、バランスちょっと。 でも多いぐらい楽しめるぐらいクリーム満タンですなるほど,なるほどこれは甘いもの好きのケージャーさんにはいいかなと思いましたあ,<ー>ありがとうございます本当にこれおいしいっすよ、はあ、皆さんもあ,ありがとうございますもしよかったらわざわざ買ってきたんで僕これ食べてくださいよこれあいいんすかなんであんたが買ってきたことあんたの2 0周年を祝うっていう <laughs> でい、はい、またね、うん、あのケージャーさんが、まあ、先ほど まあこのコキザインプラスでシュリッパンっていうものが発売されてるってのもケイジャーさん、ご存知なかったじゃないですか。これなんでかって言ったらやっぱり SNS 関係をやってないからケイジャーさん、そういうねことを知らないってこともあると思うんですけどちょっとそれをまあ逆手にとってはないですけどちょっとフェイスブックとかツイッターとかでもケイジャーさん20周年なんでよければお祝いのコンビニお願いしますって感じで告知してたんですよ。うんえー 内緒で内緒で少しサプライズみたいなね感じでやってたんですけどそしたらそれを見た先ほど MyFM のハでパーソナリティー持ってるケイシー・タカビシャさんはい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 謎かけ名人のタカビーって言われてんだケイシー・タカビシャさんがさすが謎かけ名人だなと思ったのがこの渦巻きロールじゃなくて赤平ロールのこと全く知らないですよあれかな<で>君の渦巻きああ1ンかおなんと ケイシ高飛車さんが持ってきたケイジャーさんに渡してほしいって言った差し入れが渦巻きパンだったというすげえありがとうございますいなくなったこうたくんまた寄ってくるかもしれないや全部食われるよや一番好きなパンでしょこれパン好きだからねえケイシーさんありがとうございますありがとうございますねえこれえこれは何で あ渦,巻きさ渦巻きパンもケイジャーさんもど,ちらもどちらもロングセラー。すげーということでなんと商品もかかって内容もかかってるという渦巻きパンもはい、ありがとうございま,す、はい、し,ました。 ケイシーさんにちょっと一言言いたいのがありまして渦巻きパンはロングセラーなんですけど、はあ、僕まだロングセラーじゃないんですよまだ何を言うんすか泣かない飛ばないまだ新人みたいなもんなんですよほんと何を言ってるんすかそれおかしいっすよ <laughs> 何ですかそのトーンでいやいやいや僕を褒めちぎる何かがあるんですかいやもちろんじゃないですかでもありがとうございますこれ本当に すごいやっぱロール関係なんですかね僕はやっぱりもうロールにね今日は縁があるというかなんか芸風的には何者にも巻かれないぜみたいな感覚あるけどね差し入れめっちゃ巻かれてるその分巻かれてるんじゃないガン巻かれるタイプですからね長いもんにもどんどん皆さん持ってきてくださいよ長いもん僕巻かれますからいえ長いもんが欲しいんですすはいということでんんなことやってたすね本日ケージャージさんの「 まあ芸歴20周年をお祝いしてのお祝いメッセージなどお待ちしてますんで、はいはい、今日も特別編成みたいなことになるんですかねうんぜひ送っていただきたいと思いますう,うん<が>皆さんからのトイレでうんこしてる時にこんなミーティングしたんだ俺がトイレでうんこしてる時にいやいやうんこだったんだあれそれは知らんけどうんこかはうずまいたんかないや巻きぐそかどうかは知らんけどどんな20周年だば 巻きぐそで迎えるって二十<や>20周年めっちゃ長いっすねだから1997年のじゃあもう俺21年目突入ってことになりますよね今回のライブでっていうことになりますよね,すね毎月第4土曜日にオリジンライブやってますから月月は来月でちょうどあであ,あーなるほど実は人前でお金取ってやったのは11月なんですよはい 後にはもう俺だけなんですかね多分で<ー>なるほどあこのデビュー前になんかライブに出てたとったあったんですよへ<ー>でそれも出れて言われてじゃあじゃあ出ますっつってあ<ー>んてあまり人手が足りない時代だからみたいないやそこではないですねちょっといろいろと うん、殴り合いの喧嘩したときに、じゃあ、出たらいいんじゃないっていうことで、いや殴り合いのたんかあったんかい、すげえな、デビュー前に。周年です当時だったらなんかありそうだけどな、<laughs> 殴り合いの喧嘩えまあまあ、でもなんか流れでちょっと出ようかって話になって。<laughs> うん、なるほど、オリジンとしてもね、史上、うん、初になりますもんね。 芸歴20年っていうのはもちろんヒープーさんとかは、ねうんまあ、いらっしゃいますけれども、まあ、芸人として毎月ネタをやってっていう芸人で20周年っていうのはオリジンとしても,もう史上初になりますからむしろライブでも何かやるべきだよね企画で、うん、ぐらいの今週ねあ土曜日にある企画では、うん、まあ先月、ね、告知していたピロンピロン下里さんの9年目の 企画をやるっていう流れが、今月に来てるというね、流れになってますから、台風の。九年との流れで。足元に及ばんでしょう、九年ってもう。いやいや、全然です、よ向こうスターでしょだって沖縄でも2位取ったんでしょあの、あ、お笑いバイヤアスがありましたけど。すごいじゃないですか。いえ、それとはまた別ですからね。僕はもう全然大丈夫なんで。なるほど。ちなみに、少しだけ難しい質問をすると、ケイジャーさんの。 20年の中で一番記憶に残っていることとか一番、うんはい、これ難しいと思いますけどこれはもう芸人としてですよねオリジン内で芸人として何、うん、かねこの何年目にやったこの出来事とかうん、うん、まあ一応マジ,マジのやつとかいろいろあると思いますけど、うん、何がいいですかね <laughs> まあ印象残り方にもよるけどね嫌だったかとか楽しかったかとかああじゃあどっちがいいですかね一番楽しかったことだと楽しかったことうんなんかね<う>んまあいろいろありますけど僕たちまあ6年目ですけど <うん S 2> ちょっとかぶってる時期でもいろいろありましたからねうん <ああ S 2> ヒープーさんと一緒にライブとかやったじゃないですかああゆいが独唱でああやりましたねうん とまあ水曜オリジンアワーではあそいそれで行かない何もね平成悩んでたから悩んでたから僕たちとかぶってるところを一応行っただけじゃないですかまあ水曜オリジンアワーではね3人で台湾にも行きましたし行きましたねあー これは20年の中でちなみに海外に行ったっていうのはいやもうベスト5に入るんじゃないですかからね。あ本当帰りのタクシーであなんか寂しいなって言ってましたね。僕パーティー好きなんでいや意外だな忘年会講演クリスマスとかそういうあなるほどねパーティー好きなんです世間一般のパーティーと祭あこれは意外ですね。終わった後の余韻とかいつも家帰って涙流してるパターン。嘘つけやそんな概念しない。とか言いながらね。えもうオリジンでいいこ と悪いこと、もう20年もやってますからね。一個もないじゃないですね。ないばや。一個もない。1> <laughs> 1ないばや。2> <laughs> 2す,ね、すごいな。どんな20年だ思た。思い出した、ね、や思い出せえや <laughs> どんな20年だったばや。<laughs> いやもうでもいろいろライブとかじゃないですか。あ<ー>あ違う違う。あのー、まあみんなはまだ経験して最初に入ったときはすごく。 異常なほどエネルギッシュで、まあ今でもブラック企業じゃないですか。<笑><笑>あの頃、さらにブラック的なもんがあるんで。<laughs> はあ、いや、オフホワイトやオフホワイト。いや、もうライブ、うん、野外ライブやったことないじゃないですか、気象点結で。はい。ね。真夏にですよ、はあ、野外で。BT っつって足場も組んで、ライトもやって朝から、おお、すごい。大日焼けして あ昔やったんすかで結局ライブする夜になると、はいはい、みんな疲れ果ててて痛々しかったっていうアンケートがあったぐらい日焼けしすぎで <laughs> これを2年連続二度とやらんぞが2年連続もやっちゃってええー、スペシャルで年一やろうみたいなでもこういうのを見て内地のどでかい企業さんがよっしゃオリジンっつって一組スカウトしてどでかい事務所が、えー、でそのつながりでオリジンの,あの単独の はい、まだ内地に誰もいない時期にこっちから何,何組か行ってライブも内地でやったし、えー、もう後にも先にもあれぐらいしかないんで<き>、うん、ああなるほどそ,そこにじゃあつな、うん、がったわけですねそのエネルギーがそれからもう一気にもうはい、あ 疲れててましたねの人間があの野外ライブから2回のすごいな、どんなボスだったわ ?HP 使い果たしすぎでしょもう相当使いましたね。あれはでも思い出には残りそうですよね。地獄のね、本当にものすごい一撃だ。もういろいろありますよ。本当事務所引っ越するたんびのペンキ塗りとか。ああ、なんか今は港町に事務所ありますけど。あの時もきつかったうん、僕たちは。 アジから港町に引っ越しする時あってこれがこんな素晴らしいんだって思うあれが天国昔どんな漆黒企業だったんですかじゃ僕たちが昔いたアジャの事務所に引っ越す時の作業とかですかでもきつかったアジャも大変でしたしその前のとかもあったんです草原地どおりやばかったしいろいろやばかったっすよ俺本当に。 なるほどね、うん、引っ越し作業でペンキ塗りもう全部芸人がやる時代だってことだね、うん、確か港町の今の事務所は純、うん、選手がねこの元々作案の力を生かしてまあまあこの事務所ですからもちろん身内ですからはい、はい、ねこれはかなりの、ね、良心的価格で、まあ、ブツブツ言いながらやってますよね多分 <laughs> これって <laughs> もともとボスだったから本当だったらいくら取るよみたいなね <laughs> <ー>ことは言ってましたけどいはいままあ、そんなにも一個もないぐらいですねほんと20年できたらもう忘れたいもう一回やりたい20年いや <laughs> <laughs> いやいや <laughs> そんっ、ね、そうなことないですよこれからまた次の20年の第一歩ってことですからね,ねいやもう全然僕じゃああと一発目にやったネタの設定だけちょっと聞いてみたいな覚えてます <laughs> ね、20年前だよでも5年ぐらいは漫談ばっかりやってたんで漫談か、えー、クリスマスなんですよ時期がはいはいはい、はい、クリスマスのネタだったような記憶があるんですよ漫談で、まあ、ちょっとクリスマスについて,ていこんなクリスマスなんかこんなクリスマスみたいな嫌だ,だとかそんな限定ではなかったと思うんですけどはあとりあえずクリスマスネタおかしいですよねかなんかだったような気がするねえ てか,かちょっとよ覚えてないんですけどトナカイ切ってからトナカイキックとかなんかやってた気がするす <laughs> シュールだったのかし <laughs> <こ>いやでも、うん、なんかあの時はでも、うん、数も少なかったんで例えばまあ個人のネタやりますで残りの時間例えば台本出してあのみんなで選ばれたやつを中心に。 あのコントやるとかさ、ユニットコントとか、か要は2枠ぐらいはあったイメージなんですよ、ね。あ、なるほど。なるほど。2組3組でやる枠とかね。そうなんですよ。よ、うん、ケイジャーさんって今のネタはあんまり季節ものとかやらないイメージがあるんですよ。はいはいはい。だ夏だから甲子園とか、それこそなんか冬だからサンタみたいな。うんうん、はいはい。ですけどやっぱりデビューの時は最初はやっぱそれなんですね。入りは。ではなかったです。このあれは入り口は。ああ<ー>。多分デビューだから11月の時やった記憶があるんですよ。この サンタをあなるほどそういうことだねあ逆にじゃ外しなんですね気象天気図でちょっと覚えてないんですけどまあでも漫談なんではい何だったかなまあ何かやったと思うんですけどもちろん映像残ってないかな見てみ残ってるんじゃないかなと思うんすけどあったらすごいねデビュー当時のものがはいということでこの後もまた ジさんの話をしながらメールも募集していきたいと思いますので皆さんのメールも募集しております <laughs> えメールアドレスオリジン「@FMNAHA.jp」べて小文字で ORIGIN「@FMNAHA.jp」までよろしくお願いしますこの番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします <laughs> <laughs> プロメガヘル。 はいどうもリップサービスですえ森さん今日も顔が大きいですねいや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前良い品たくさん並べたろかあ今日も滑り知らず当たり前お前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで今日も報復絶当間違いなしえ、絶当ってお客さん倒しちゃうんですかそうそうそう笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋とバカ良い品をいつも安くビッグワン78.0 FM, Your radio station,、ok、はい水曜オリジンアワーをやっております。 はいいととうこで本日は我らがージャーケイジャージさんがお会いしたいっすね今月でデビュー祝20周年ということで SNS とかああいうのっていやもう全世界ケイジーさんしか俺ちょっと今来てないんですけど大丈夫すいやいやこれがやっぱり俺らしいなっていうのはあるんですけどいやこれこれもケイジャーさんは やっぱりね沖縄にとどまらず本土の方にファンが多いんで聞こえないですかこのジヒビもう今向かってますよ何万人あやばいやばいじゃあやばいっすねもうやばいっす今もうやがてじゃないですかみんなが渦巻きパン持ってもうあやばいやばいしかも渦巻きパンかいそれ限定何回もう一つ思い出して今ラジオやってるからですけど何すかあの内地のリスナーさんとか今あるけどまあ当時バブル 第一のお客さんバブル時代があったんですよ、ラジオ込みで。ライブも来始めた時期それでこの FM さん主催でもライブしましたよ。えぇオーパーで、今は泣きオーパー。おお、今で言うドン・キホーテ。ドン・キホーテの上の、どの、何のフロアかなありますね、屋上にありますね。屋上か、その1個知ったか分からないですけど、フードーか、ダンスホールか分からないですけど、はいはい。ダンスホールがあったんだ。いろいろやってますよ、こうやって。 それも思い出ですね。なるほど。<ー>で、またその時期を知る方かもしれません。へええー、なんとですね。わちゃこさんからメールが。はい。ありがとう。届いておりますり。わちゃこ。あ、い,いやいや。えー、あ、いいですか。はい。ええー、祝系ジャージ20周年。ええ<ー>。わちゃこ。1一月12日。てびちゅん。てびんちゅ祭り。ですね。うん、さんからメールをいただいております。まあ、僕たちの。 オリジンの O.B. で、新藤さんは直接は関わってないんですけれども、ねイベントとかでお会いしたことがあるっていう。手ビチバンドでしたっけ？手ビチバンドっていうねバンドも組まれてるんですよね。自分のデビューネタを作ってくれたとても優しい先輩。そんなだった？そうなんだ。てか尊敬している師匠です。すげえ。20周年ライブあるなら見に行きたいですと。 なるほどありますよそれはもうやらんいだ毎月 <laughs> どんなテンションでどん,んな脱力したありますよやらないですよ多分 <laughs> いやもう理想ね宝くじ当たったらあのお客さん全員タダで無料ではいもう入れまくって コンベンションでやろうかなと。どんな上げでやろうかなと。ハンプニングだけはサンバカーニバルやるって決めてる。宮城島呼べや。俺ももう読んで全員読んで。いや、呼ぶんかい。おもし白そうです。お笑いやれや。それだけが一番面白いぐらいのやりたいです。15分ぐらい。やばいな。金持ちの道楽になるよ。あれ刑事さん全然面白くなくなったなみたいな。高須委員長みたいな。金の使い方するの。ヘリで登場してからな。もうやりたいです。 うわ全然面白くねえつ全然面白くねえっていう <laughs> いやいいっすね、はい、ね、うん、でデビューネタを作ったんですか,かわちゃこさんの全然覚えてないっすねそんなの俺デビューネタ作るとかそんないい人じゃないんですけど、ね、か確かにそのイメージをね<う>、うん、人のネタにはあんまり干渉しないかもしかしたらあのケイジャーさんって結構若手がみんなネタの相談しに行くじゃないですかいやい じゃあ、そうでもないっす。全然しないっす。でも僕たちもこのデビューしたばっかりの時二2年ぐらいずっとネタ見せの時に、ケイジャーさんからアドバイス。え、全然覚えてない。マジっすかマジっすか星座で僕たち聞いてたの分かんないっすかあ、星座シリーズだ。星座シリーズのしんとすけですよ。嘘つけやしんとすけ、それで覚えてないだろ。急に星座シリーズになってた。いえ、それで覚えてないでしょ、別に。やらんでいいよっつってんのによ、なんか。 い,いえでしたっけ確かに何かそのやり取りはあった気もしますね今もね分かってくるんじゃないですかなんかパッパラーズとか浮舟とか、はい、いやいや一回も来たからえっ、ー、マジっすか何、はい、か言ってるイメージありますけどね相談じゃないけど話しに来るのはジャリスケぐらいですよ

のまんま全部やったみたいなことかなとも思ったんですけど、ユニットの時かな、ユニット<ー>さっきも言ったはあ、はあ、もう一つのネタの時に参加してたのかなって感じがす,す。るなるほどね。あれ自分のネタ自体も覚えてないぐらいあいつこんな人間だったからですよ。多分。<laughs> じゃもしかしてデビューネタを間違えてるかもしれないんだ。ギャグをいっぱいあげたんですよ。あれキシにもいっぱいあげて<え>い、いろんな人に結構あげるんですよ。ああいうレベルの人たちに。 俺がわちゃっこさんがあげるししたらあれもう何十年も同じネタ、はい、使いまくるから、えー、お前これでいくら稼いでば」って言ったからもう内地ってはい、はい、久しぶりにやった時にもう7年8年ぐらい経った時に「4万稼ぎましたよ」っていう <laughs>、えー、いやまだやってるわ」みたいな話いやでもケイジャーさんがくれる一発芸全然わけわからないですからね岸本いまだにやるだろもうちょっと。 なんかこんなのとかもあやったやんかい日打ちキャラんングすか？あるあるずっとこっち黒いなとか言ってなんか日打ち紙みたいにやれとか言って知ったらやなんかやったやんかいはどんなだったか覚えてないんですけどはいはい大体ですよあその親元経営じゃないすか？こうだって匂いして記述するのあれも全部まあその流れとかも土台も <laughs>、えー、<laughs> な僕がもらったことあるのはおおもらってたんだ。首里石神に<い>もうや,ややこしいですけど飛びザルっていう居酒屋があるんですよ。 翔猿おい、はい、美味しいっすねみたいな話を、うん、確か八頭さんとしてる時にケイジャーさんが「ちょっと翔猿」って言いながら面白い動きしてっていう謎のなんか言ってきて「翔猿」とか言ったらもうちょい3回ぐらい行った方がなと思って最終的に俺が肩をなんかグニュグニュさしながら「翔猿飛猿翔猿!」<laughs> っていうっていう「<laughs> なんだバんの一発芸」っていうのケイジャーさんが事務所で20名ぐらいいてシーンってしてる時に。 ちょっっっと今飛びややててみたいいなウケるかう俺がいきなり立ち上がって「飛び猿飛び猿飛び猿!」って言って事務所がシーンってなるっていう地獄の時代を俺1年ぐらいこれは <laughs> 過ごしてたんですよこれはあれなんです俺の中では上げたとかそんなレベルじゃないこれもオリジナルです自分で作ったや <laughs> いやいや嘘つけ <laughs> 俺はほんと一からやるんですよはい <laughs> これやっ作る時はちゃんと作って <laughs> はいはいこんな俺やるから見とけよっつって <laughs> はいはいそれをそのまま上げるんですよ <laughs> はいはいはい <laughs> でそれがわちゃことか岸本の場合はそれだったなるほどこれはもう上げる人はもう大体こういう人だって決まってるんですかもうだいたい決まってますね、はあ、だから後の人はやってっていうのはよく言うんですけどもうだからそのレベルはもうオリジナルと考えておうやばいな俺僕は1から10まで 作ってちゃんと責任持ってあげるんだっ俺ケイジャーさんが黒幕っていう精神的支柱でやってたんですけどねオリジナルで俺やったんだあれこれオリジナルやばいなじゃそういうんか個人の発想が見たいじゃないですかどういうどう作るのかなっていうちょっとだから本当ネタもそんなあげるとかそんなない人です僕はなるほどやるわけがないですなるほどねじゃあネタはじゃわちゃこさんはオリジナルのネタだったということではいよろしくお願いします 去年ぐらい今年頭ぐらいずっと今ブレイクし始めてる的なこと自分で言ってましたあ、そうなんですかどういう活動がでるんですかええバンドしながらと思うんですけどなるほどじゃあそういうね OB の方からもメッセージやったということでわちゃくさんありがとうございます今日はもうそういう20周年おめでとうのメールを募集してるということですよねじゃあいきますかケイジャージさん20周年おめでとうメール紹介したいと思いますキューグしかしの俺さんケイジャージの奇跡 えー、ケイジャーさんと初めて会ったのはオリジンライブでした水曜オリジンアワーには投稿していたので歓迎してくれましたケイジャーさんは俺の弟と同級生で、はい、前原高校出身と話すと俺の顔をじーっと見つめ、はい、誰かな誰かなと言っていました結局俺は弟の名前は教えませんでしたえ、はい、<laughs> えーっが一番俺さんの一番の思い出なんですよねなるほどね今は知ってるですからね いや俺まだ分かんないあそうなんだ。なんか、俺さんも独特な方な。き。ぐしかわしのっていう名字がないんで、あのアルバムにも。いやそれ名字がないよや。ラジオネームどこれ難しいですね。いえ、それ考えが難しいよや。自分でそっち行ってるから。でも長寿元ですからね。ううんそいつか分かると思いますよ。なるほど。えー、そう、旧ぐしかしの俺さんからのメールですね。はい。 は以上ですかね。はい、けいじーああ、きゅうぐしかしの、おれさんは以上です。はい、はい、ありがとうございます。えー、続きまして、こちら、えー、新とすけのお二人。沖縄のセックスシンボル、けいじゃじさん、うん、こんばんは。こんばんは。品川のセックスシンボル、一人よがりのマーミーと申します。テア<あ>デイ。間違いないですね。いや、この度はけいじゃじさんの。 芸歴とセックスシンボル歴20周年 <laughs> おめでとうございます、うん、デビューだったんですねこれも同時デビューだったんだケ、えー、ジャージさんとの唯一の思い出、はい、初めてご挨拶できた今年1月21日 r 1グランプリのため東京にいらしていた時です覚えていますかあそれまでオリジンライブでたびたび拝見していたのですが水曜のオリジンアワーも聞いたり聞かなかったり、はい、メールもしていなかったので括弧とすけのお二人にもごめんなさい、うん、なかなかご挨拶できずにいました 東京でお会いした際ケージャージさんはワイルドな見た目とは裏腹に物腰が柔らかく、うん、エロいオーラが満載でやっぱりとっても魅力的でしたですさすが沖縄のセックスシンボルデヤンデイご挨拶の後関東リスナーの加トちゃんさんアニゾーさんのご厚意もありランチや東京散策にもご一緒させていただきたさらには居酒屋ライブにはお付き合いくださり、うん、感激の嵐でしたはい、はい、夢のようなひとときありがとうございました、はい、なかなか接点がありませんが実は今週末のオリジンライブ飛行機 が無事に飛べば伺う予定でいます会場のどこかからエロい目線で応援していますテアンネイトぜひありがとうございます r 1グランプリで東京でのそうなんですよこのお話アニゾ蔵さんなんかからもたびたび聞きますけれどもこれが今年あったってことですよねそうなんですよあのちょっと「寿」パンチも勝手に飛行機チケット取ってたんで。 勝った勝つためにいや一緒に行ってたんか勝った手でで勝った対戦出てたんすよあのグランプリ予選あこれ本当に勝った時のために取ってたんすか2回戦勝ったって決めてたもんすげえなで一応まあでもちょうど俺も音響必要だったんでうんのさっきのワチャコにお願いしたらちょっとドタキャンされちゃったドタキャンやばかったんでちょっとちょうど言葉聞きにお願いしてて わちゃこさんすごいっすね、はあ、わちゃこはもうこんな素敵な人間ですへへへへありがとうございます面白い人だな、うん、そんな R1 グランプリのライブの感想もこちらも来てますね群馬のアニゾーさんからです新さんシュルミケージャーさんこんばんはめったにメールしない群馬のアニゾーです金城ベーカリーのパンの食べ放題はお得だよねシュリポンシュリポンはやっケージャーさん芸能生活20周年おめでとうございます以前の放送でケージャーさんと一緒に撮った写真を持ってる人は少ないはずと言ってましたよね俺はオリジンライブの時何度か一緒に撮ってるし R1 グランプリの予選で東京にいらしてる時にも撮ってるのでケージャーファンの中でもトちゃん の次くらいに持ってるんじゃないかと思います。すすこう来てます。はい、うわあいっぱいね。東京と写真ですね。そして動画もありますと。おしぼりを回すノリノリの経者さん。経者<ー>、えー、さんこれからもご活躍を期待しています。3日後お会いしましょう。アンシエゴイヤ<あ>パパやあとカラヤ。ありがとうございます。あすねあねすごい写真が今言ったアルワの東京のまあこう散策の写真と。ああなるほど。 あ、そしてライブ終わりのねスカイツリーもそうなんですよ行ったんですよ下あっ本館ね。観光もあの内地のリスナーさんにみんな案内してもらってあ優しい優しいっすねその時初めてパクチーも食ってはいありがとうございますわちゃこさんもいるじゃないですかわちゃこはここでライブしてたんですよだからあのあ居酒屋でそこに行ったんですよあ先ほどは手チバンドのライブだったんですねそうなんですよあそれの映像があるとおこれが手チライブの ライブおしぼりをぶんぶん回すケイジャーさんの映像エイドウ嘘でしょ本当だ回してるな一応回してるけどノリノリではないですか <laughs> もうギリギリ,ギリのカゴを生きでいやノリノリでしょみんなは二の腕から回してるんですよ <laughs> ケイジャーさんの見たらカトちゃんさんは回る確かに変でしょケイジャーさんあカトちゃんさんは手招きスタイルで、うん、縦振りあでもほらほら,ほらケイジャーさんなんかもう手首だけでいこうとしてますねもう いや多分でこれ3時間すごいな筋トレやしこの日なんか沖縄のその居酒屋で、はい、沖縄のバンドがたまたまいっぱいのいっぱいたまたまライブすることになったらしくて、えー、なるほどん今のなんかレゲエバンドみたいなちょっとだったと思います多分で湘南の風みたいな感じで、うん、ああでもそんぐらいのちょっと盛り上がる感じの曲で<ー>何組だってかしめっちゃいっぱいいるからいつもこんなやってるの週末って聞いたら いや今日たまたままですよそれでもずっと聞きまくってたっていう、ね、で,でも面白かったです俺あんまりこんなの参加したことがなかったんでまあこの今年の、まあ、K ジャージさん20年目のね歴史に刻まれた東京ですけれども、はい、でまた、えー、来ておりますよ。さん ケイジャージさん皆さんこんばんはどうもこんばんはこちら香港リスナーのフラービットさんかすごい来ておりますよやっぱりこれはフェイスブックの力ですねえ先ほどフェイスブックから見ましたケイジャージさん芸歴20周年おめでとうございますありがとうございますケイジャージ世代やダムの貯水率など面白いコーナーまだまだ続けてくださいツボに入ってますよ香港リスナーのツボに 貯水率のコーナすごいっすねやっぱ香港だから、うん、あのダムは興味あるんじゃないですかダムは香港だから興味あるわからんよなと一緒ちょっとちっちゃい地域なんでねあなるほど水事情が水事情は大変困る、まあ、似たような気候的にもうそうなんかなじゃないかなすごいな香港リスナーがダムの貯水率など面白いコーナー続けてくださいとあれがツボなんだね <laughs> すごい,すごいで、えー、こっちは 最近やっと気温がだんだん下がりますがようやく秋な感じですえー、<ー>そうなんだいいです、ね、こっちより寒いんじゃないんだ沖縄の天気はどうですかと、うん、皆さんも是非体のことを気をつけてくださいねとありがとうございますごいます,すごいフラービットさんはダムの貯水率とか天気とか やっぱね、うん、天気のことが気になる方なんですね。まあ風,風水の生まれの地だからね。<laughs> そうなんだ。ね、その天気がいいのは東ですか西ですかとか。風と水ですから、うん。うん、なるほど。まあ沖縄は今日は変な天気でしたね。あ、そうですね。ずっと大雨でしたね。まあ、た昼めっちゃ晴れてたよ。あ、そう。うん、昼一回だけ死に暑くなって。うん、でまた。うん 夕方ぐらい大雨でまた今晴れてるっていうふ、うんうん、ったりやんだりっていう感じですね不安定ですねなるほど香港からのお祝いメールありがとうございますありがとうございます、えー、こちら旧ぐしかしの俺さんがまだ来てます、ね、<お>ケージャージ目撃情報ぐしかわメインシティの一階駐車場でクリーニングを受け取って歩くケージャーさんを目撃と、はい、<laughs> えぇー どこでぐし、えー、川メインシティの1階駐車場 <laughs> クリーニングを受け取っているあそこでクリーニングしてるんだるそうスーツはそこでやってるあそう間違えていたら気まずいので見てただけああそうですありがたいですね後に水曜オリジンアワーへの投稿で本人だったことを確認、うん、お目撃はこの1階のみ、うん、旧ぐし川市は広いとオーラは一切消そうとしてる人間ですし <laughs> 地元で僕に話しかけるのは大体スナックのお姉さんたちぐらいなんですあ何してんのれ有名ななんんですねつなそれなんだ うん、たまたまですけどお姉さんたちもメインシティに来がちなんですねなあっちの金城さんはよく知ってるんで僕の普段のああなるほど金城さん側で来るんだオーラがないあれは知ってるんでああでもそれで芸人<ー>してる時のオーラのないのはもうほとんど誰も知らないんですけどいや、オーラあるよやとにかく。 ありがとうございます。これはもうでも20周年おめでとうというよりも、キング氏川氏は広いというそう,、ね、そういう情報でしたね。<laughs> まあウルポンですね。ウルポン。ウルポン,いいポンすごい。ウルポンす,、ね、すごいな。ウルポンもあるんですか。<laughs> さあそれではえなんかいっぱい来てますよ封じしてるけど本当。 いや来てますよい、えー、続きましてこちら、えー、新都歳のお二人ケイジャーさん大城隈さんこんにちは<ん>東京から国分寺の加トちゃんですあ出ましたケイジャーさん芸歴20周年とってもおめでとうございますこれからも喉の調子絶好調でます、はい、ますご活躍くださいね<お>12月のオリジンライブでまたケイジャーさんの大きい声の鮮やかな舞台を拝見します、はい、あと金城ベーカリーにシュリッパン買いに行きます あーおーすごいぜひお願いしますシリポンそしてケイジャーさんとの思い出ケイジャーさんが初めて R1 に東京打ち上げで行った中野の、えー、居酒屋ぶっちぎり、うん、好きだーと正面から言っていただいてとっても嬉しかったのですが<ー>ケイジャーさんのお顔が思いっきり嘘っぽかった<ー>という思い出があります,りますその説はありがとうございました <laughs>、うん、嘘でも一応嬉しかったですといいやいや確かにこれはいったんすかカトちゃんさんに好きだと。 ったようなな記憶は、まあ、ありますねなん,なんかやってくださいな録音したいとかもあった気がすするんですよあじゃあ,あムービーの加藤ちゃんさんが私に告白してみたいなノリになってスナックみたいなことしてるじゃないですか<ー>スナックですねスナックだばや <laughs> 加藤ちゃんスナックですねい,いや加藤ちゃんスナックそのままやしや居酒屋ぶっちぎりって書いてるよ <laughs> でえでケイジャーさんの好きなネタ、はい、え東京でのオリジン公演でのネタ何だったかしら うん、ケイジャーさんが取り出したガラスのワイングラスがアクシデントで舞台で思いっきり粉々に割れたんだけど。 よく気が付く大臣さんがすぐにほうきを持って掃除に出てらっしゃったのが印象的そうなんですよ、えー、ケイジャーさんの次の出番のベンビーさんが本当は裸足でのネタだったのに <うん S 1> 慌てて靴を履いて登場されたのもいい思い出です、はいはい、ケイジャーさんあの時は荷物が減ってよかったですねとはいそうですねはあなるほどそんななったんだしゃもじかなしゃもじが靴かなんか履いたの俺の次 しゃもじだった記憶があるんで。えーでまあ、でも、ベンビーもその次、はいたんかなじゃああ、幽霊のネタとかだったんですかね。あ、面白いな。すごい持ってますね。そうなんですよ。裸足のネタだったんですね。後ろが。それ面白い。ですねだったと思いますね。うん、えー、耐震も躊躇してたんです。あの大震でも、おそらく。あ、これ言っていいのかなっていう。あ、どうしようかなそうそう。そしたら、もうほうきと。まあ、ちりとりというか、持ってきて、はい、はい、やってくれてたんです,んで,す<ー>で、僕はもう、しばらく喋って。 あと大ンお願いしますって言った待また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 それすごいなありましたけどねは今考えたらちょっとやり方間違ったなと思ってちょっと慌ててたんですねちょっと懐に入れちゃったんですよワイングラスをうんうんうんあそういうシーンああなるほどでちょっと大暴れしたらそんなネタありましたわからんなそしたら懐に入れられンスバッキンやん っていう形でね。もう一つありますね加藤、はいえー、ちゃんの誕生日プレゼント、うんはい、しばらく前リスナーのセンダリーナさんから誕生日にサプライズのプレゼントをいただいたんです<ー>それは加藤ちゃんとケイジャーさんのツーショットの画像を使った縦3センチ横2センチのステッカー カ藤ちゃんセンダーリーナさんにお借りした浴衣でおかみみたいにしてもらって旧タイフーン FM に遊びに行ってたんですか<ー>コテレケイジャーさんセンダーリーナさん皆さんこの日もお世話になりましたではでは放送をちまってねシュリポーンとはい、うん、ありがとうございますはあなるほどもうオリジナルのステッカーを作っちゃったんですねうーんなるほど3センチ二2センチちっちゃっあですかねあ<ー> じゃあもう何かちょっと大きいぐらいのプリクラア量大きいプリント照明写真照明写真ですかよりも小さいぐらいの間ぐらいの切手ぐらいですか切手ですかね切手ぐらい切手ぐらいちょっベスト切手ありがとうございます本当。うんということで加藤ちゃんさんねケイジャーさんファンでいらっしゃいますから一番のですよねありがとうございますありがとうございますこちらも行きましょう四駆ケイジャージ20周年オオシロク嫁さんから来ておりますえ ありがとうりがとううごござざいいまますす周年おめでケージャージさんの好きなエピソード、はい、ケージャーさんにもう一回行きたいと言わしめた台湾旅行を思い、うん、まだ牛乳の L マークをひたすら集めてますよ <laughs> えー、す,すげーな、えー、今度はエジプト出張収録かしらさらなるご活躍をお祈りいたしております。 はあ、いや、ちょうどいい音してたんですよ、ここ二三週間。なんでいい音してたんですか、エジプト行こうぜ。面白いじゃない。すか行こう、行こう。マジでですよ、本当。ええ。もう、がっつり、なんていうんですか、このね、お金集めるやつや。ああ、ラクダには乗ろうぜとか。ラクダに乗ろうぜ。多分ですけど。エジプトだったら、エルマークは関係なさそうですね。いや、わかんない。いきなり沖縄明治がさ。なんか、エジプトの旅とかやらなさそうでしょ確かに。 いやわかんないっすよ。牛牛乳もなんか似合わんしね。なんかエジプトって。ああ確かにな,なか。ラクダに乗せても腐りそうだもんな。うーん。でもおここでえ？え？ケーキがすげーな。ケイジャージファンの大城白熊嫁よりということで。すごーい。スゲー,ー。ありがとうございます。 はなるほど我々ラジオはもうお世話になりっぱなしですからねでもただ大城ね熊の熊ですかね箱にめっちゃ熊が乗っててで中身も熊かいああそうですねああライオンのたてがみがちょっとひげとあれも。 ね、ケイジャさんのうわす、近場ベカリーさんですねということはいやこれ近場ベーカリーではないです。これは売ってなかったです。今日言ったけどいやありがとうございます本当におおいしそうあ本当だこういうね可愛いものができないんです僕あのなんて言うリアクションプレゼントとかじゃじゃあのこうやってもらう側じゃないですかありがたいことに。 あ返しがなかなか発想が出てこないタイプの人間なんで<ー>いやもうこれはもう大城熊さんへの感謝が半端ないですこういう人たちほんとすげえなっていやこれでも感謝の表し方はやっぱエジプトに行くんですよそうですその放送を聞きたいって言ってるんですからエジプト行くしかないですよじゃもうエジプトで何をするかっていう行動権を一つプレゼントしましょう 大城嫁さんには何,何してしてほいとほ、ねうん、それも必ず実行しますっていう、うん、いやもうもちろんですあ<ー>もうピラミッドに石をぶつけてほしいみたいなねとかく、ね、るかもしれませんし、うんうん、スフィンクスと同じポーズしてとか <laughs> いい、ね、かわいいな<ー>死にかわいいな観光客やし <laughs> グリコの前のね大阪の観光客みたいなあいいっすねちょっとねあの海パン姿になってね ん <laughs> なるほどどこで夜行してればっていう <laughs>、えー、ここでわちゃこさんから動画をさっき送りたいなあってあったんですが、うん、<ー>ヤッシーさまケイジャさんですね、はい、ととっちゃんの漫才動画ありますが、えー、送りますか1999年の9月ですとえっ、ー、じゃあ18年前いけるんですかね ちゃんが心を病んでた時のあれですね。へへへめっちゃみたいな。<心>キャンキャンのとっちゃんさんですよね。ちょうど、ね、漫才やってたんですかま？まだちゃんとこん組んでない時と思います。あのユッキーとまだ<え>ちゃんと、えー、この時は。えー、この時は入ったばっかりなんですよ。えー、オリジンに多分で。ああなるほど。これ箱はどこですか？ これ B. 1 B. ホールっつって、マキシーのファッションシティ、マキシーって。あの、ハッピーなはの後ろ側にあるんですよ。昔ビルがあって、そこの地下一階ですね。なるほど、じゃ、あこれはラジオの皆さんも聞けるんですね。お笑いの箱です。下手にいるのが、ケイジャーさんですかね。え、でも金髪じゃない。あ、とっちゃんさんが下手。で、上手がケイジャーさん。あ,あ、これ。めっちゃ金髪。これ覚えてない。 あじゃあもう見てみますか。声は聞けるんですよねラジオの前の皆さんも。はい、えいじゃお願いします。ワチャクも出てるさ。えこれ三人色だ。これ森じゃない森津じゃない。<ー><ー> 金金髪髪かかなななのあすいません解説するとあの中央にわちゃっこさんで、うん、で、下手にモーリーさんいて、うん、で上手にケイジャさんが金髪で突っ立ってるんですよ。うん、でセンターのわちゃっこさんと下手のモーリーさんがぐるっと回ってビスケットなん <laughs> でよや っていうのをケイジャーさんがただ傍観してるっていう、うん。<laughs> そうそう。<laughs> <laughs> どんなネタだば。<laughs> これわかこれなんか海賊かなんかのネタですね <laughs>。<laughs> あるは来てるんですけど、これ多分海賊かなんかのネタですねへ<ー>。へえ。これを持ってるあ。あもう一回聞きたい。<laughs> なんでわちゃくはこんなのも。 意味は分かんないけどテンポはいいっすよぐるっと回ってビスケットって言ってるのはケイジャスンじゃないですかあまマジそうなのかな2人の行動をちょっと操ってるみたいなちあなるほどねあ、でもテンポ面白いなうんはあなるほどわちゃ子さんありがとうございますはいありがとうございますでまだ来ておりますねケイジャージーさん20周年ニュージャージーみたいに言わんけいやケイジャージーさん20周年おめでとうございます初めて見たのは名護でのライブ あれ以来見ていないだからサービスサンデーに偶然を装って乱入してくれ、はい、頼む責任は首里石見で取るからラジオネーム石ころさんから頂い,いておりますなるほどいえいえ,えどっち名護でってすごいっすねおまあでもいろんなところでライブやってますねやっぱりあれそんな時はいなかった僕行ってないですよ名護はあの名護ライブじゃないですか あれでケイジャーさん来てないもっと前です。ああ、じゃあ、いないと、その1年前、止まったやつっていう、ああ、それかな ?3 年前ぐらいはありましたけど、で、今、映像には、大城マ嫁さんのライオンのねケーキが映し出されております。ありがとうございます。いや、すごい。じゃあ、もうせっかくなんで、最後、ケイジャーさんのダムの貯水率のいやきましょうコーナーで20周年スペシャルを、めったに言いませんからね。毎週行ってるよや。いきましょう。香港リスナーにファンがいましたんで。メールはまだいっぱいあるんで、来週も。 じゃあ行きましょう、はい、沖縄の本日のダムの貯水率74.5%安定感 <laughs> <の>安定感なんそれこの安定感ですよすごいなこれが香港の人の壺に入るってすごいっすね、えー、面白いって言ってましたからさあそして、はい、すっとこどっこい蕎麦商の本日の体重はい 46.5kg ですよ <laughs> この安定感安定感ですねこれはすごいな毎週ほぼ同じ数字をお届けするという羽根もしないけどう,ーんうん、うん 滑りもしないいとうそれ当たり前のことですからね。あともう誰も当てに来ないっていうそうなんですルーティンは隠さないですからね。ということで本日ケイジャーさん20周年おめでとうございますということで通してきましたがメールはまだあるということですがまた来週も引き続き募集はしてますんで11月ですからお祝いする期間はまだ募集しておりまますすよろししくお願いいいたありがとうござます。 あ、そうですね。今週土曜日、天仏ホールでオリジンライブそうですね夜の7時からあります20周年という、今年はもう特にね、ゼフチのネタやってるやばいなもう見逃すことはできないですよ、皆さんいや、ケイジャさんらしいな今月あと3日、3日もちょっと厳しいですね、ネタがね、最近なんか、楽しい。体の体調も悪そうな時あすも悪いんですよもう本番前とかぐったりして大丈夫かなみたいな今日腰痛くて、今日腰今日死にそうな顔してたんですよ マジかってだから俺お祝いするのなんか申し訳ないなぐらい食ったりしてたんでしょうがないんですよ甘いもん食ってねそうですね食ちつけましょうよ甘いもん食って腰痛めてもいいんじゃないですか別にいやそれ関係ないよ皆さんからの言葉がまたパワーとなると思いますのでよろしくお願いいたしますそれでは差し入れメールたくさんありがとうございましたまた来週生放送でよろしくお願いします水曜オリジンアお相手はしんとすけしんとしんとすけ処理石見るとオリジンの ウサンクサイ20周年セックスシンボルの K ジャージでした。ありがとうございます。ありがとうございました。